どうもご安全に。青函溶接職人カジチャンネルのカジです。ナンバー17、ティグ溶接機の使い方の動画が皆さんにとても視聴されているので、その続編を作ることにしました。ティグ溶接機の使い方の動画をまだ見てないよって方は、先にそちらを見てからこの動画を視聴することをお勧めします。今回はティグ溶接を徹底的に1から10まで解説と題しまして、初心者さんはもちろん DIY などでティグ溶接を始めてみようかなって思ってる人、なかなか上達しないなって悩んでる人など、ティグ溶接の疑問ならこれを見れば解決って思ってもらえるように徹底的に解説しようと思います。ただですね、徹底的に解説するととっても長くなるんで、数回に分けさせてください。初回となります今回は、最初に溶接機側の設定のおさらいを兼ねまして、より実用的に解説し、最後はトーチの持ち方あたりまでを解説します。最初に言っておきますが、溶接はすぐに上手くなるなんてことはありません。いろいろな経験を積んで少しずつ上達します。この動画を見てその道のりが少しでも短くなればいいなと願っています。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。トーチを持つ前に溶接機側の設定のおさらいをしておきます。アルゴンの流量は多ければいいというものではありません。私の場合は7から8に合わせています。流量が少ないとリードが酸化してしまいますが、多いのも問題です。アルゴンの減りが早くなってコスト高になることはもちろんですが、流量が多いと周りの空気を巻き込んでしまい、ビードが酸化する原因となりますので注意しましょう。最初のうちはクレータースイッチはありに設定しましょう。この設定は溶接終了時にクレーターと呼ばれる欠陥が発生するのを軽減させる機能です。この機能をありに設定すると、スタート電流、本電流、クレーターフィラー電流の3種類の電流が使えます。最初スイッチを押しっぱなしにすることでスタート電流が使えるのですが、スタート電流を10アンペアあたりの電流にすることで、黒ガラス越しでも母材を溶かすことなくタングステンの狙いを定めることができるのでおすすめです。スイッチを離すと本電流になります。もう一度スイッチを押しっぱなしにすることでクレーター電流となります。アップスロープというつまみがある機種では、スタート電流から本電流まで時間をかけてゆっくり上げることができますが、私的には使うことがないのでほぼゼロにしています。ダウンスロープのつまみを増やすと、本電流からクレーターフィラー電流まで時間をかけてゆっくり下げることができます。私はクレーター電流を10アンペアくらいに設定して、ダウンスロープを2秒に設定しています。スイッチをパッと切るのではなく、押しっぱなしにすることでゆっくり電流が下がり、その間に母材側にクレーターを逃がすことでクレーターという欠陥を軽減することができます。このクレーターを逃がす作業は癖づけるようにしましょう。アフターフローとは、溶接した直後にアルゴンガスの供給がすぐ止まってしまうと、ビードやタングステンが酸化してしまうために、何秒間かアルゴンガスを出し続ける大事な機能です。私はタングステンの電極計にかかわらず5秒くらいはガスが出るように設定しています。アフターフローが出ている間はノズルを溶接の終点から離さないように癖をつけましょう。ここまでが溶接機側の設定のおさらいになります。続いてトーチ側の準備をおさらいします。タングステンは一般的には 2.4 ミリがついていると思います。 2.4 ミリのタングステンは幅広い電流値で溶接できるのでおすすめです。
タングステンの径を変える基準として私の場合を紹介します。これはメーカーさんの推奨電流値とは違うのですが、約80アンペア以下で溶接する際は 1.6 ミリを使います。約180アンペア以上の溶接の際は 3.2 ミリを使っています。 1.6 ミリの場合、コレットを 1.6 ミリ用に変える必要があります。 3.2 ミリの場合はコレットとコレットボディを 3.2 ミリ用に交換しましょう。ノズルはいろいろな種類がありますが、最初のうちはナンバー6から8のノズルを使っていれば大丈夫だと思います。私のおすすめは太くもなく細くもないナンバー8です。焼けを軽減する必要がある場合はガスレンズのついたコレットボディを使いましょう。タングステンの先の研ぎ方は人それぞれと言ってしまえばそれまでなのですが、私の場合はこのくらいで研いでいます。いろいろ試してみて自分に合う角度を見つけてください。最後の仕上げは縦に傷が入るよう削ると安定したアクが出ます。知識としては、角度が鋭角だと溶け込みは浅く、鈍角だと溶け込みは深くなります。ここまでで設定のおさらいを終わります。続いてトーチの持ち方や注意点、コツを解説します。右手でも左手でも構いません。人それぞれ好みがありますので、自分に合った持ち方をしてもらえればいいと思います。しかし好きな持ち方をしてくださいと言えば何も解説にならないので、私の持ち方の例をご紹介します。オーソドックスなのはこの持ち方です。上から握り込み、スイッチは親指で操作します。ローリングで溶接するとき、私は主にこの握り方です。ペンを持つ感じに持ったりもします。スイッチは人差し指で操作します。薄板で低電流の時などは母材に手を置けるので安定して溶接できますが、長い距離を進むのは難しいかもしれません。その他にもいろいろな持ち方があります。少し変わった持ち方などをご紹介します。手前に邪魔な板がある時などに使っています。薄板などで極力タングステンを母材に近づけてトーチを浮かさないといけない時などに使ったりします。さまざまな場面でいろいろな持ち方をしますので、スイッチの位置が押しやすい場所に変更できるようにしておくことをお勧めします。さまざまな持ち方がありますが、すべてに共通して大事なことはトーチを固定するということです。トーチは軽いとはいえ、空中で震えずに安定して持つことは不可能です。ノズルを母材にひっつけて固定したり、膝に肘を置いて固定したり、とにかくトーチがぶれないようにすることがとても重要になります。トーチの角度はタングステンのデシロに左右されると思っているのですが、大辺などの推奨は70から75度となっています。これはノズルを浮かせて溶接する場合のことだと思います。この角度だと溶油プールが見えにくいですし、ローリングなどノズルを母材にくっつける場合はこの角度だと溶接できません。私のおすすめの角度は約45度です。平でも炭肉でも基本は同じです。皆さんは実際に溶接してみて自分に合った角度を見つけてください。75度くらいで浮かせて溶接するとこんな感じです。これはこれで悪くないですが、
肘をうまく固定していないと綺麗に溶接はできません。ティグ溶接の際に上手い方との違いはいろいろあると思いますが、母材とタングステンの距離の違いというのもそのうちの一つだと思います。上手な方は母材とタングステンの距離が短いです。特に低電流での溶接はこの技術が欠かせません。タングステンの距離に差をつけて溶接してみました。タングステンの距離が短いとアークが安定しますし、入熱も狭い範囲に集中しますので、周りへの熱影響も少なくなり、綺麗な溶接になります。タングステンを離した方は少し大げさになりましたが、ビードの違いは明らかです。初心者の方などはこの動画のように一度タングステンをタッチさせ、そこから距離を作ると安定するのではないでしょうか。しかし慣れないうちはあまりタングステンを近づけると溶けたところにタングステンが当たってしまって溶接にならないと思いますので、ほどほどに近づけて溶接して感覚をつかむのが先決だと思います。タングステンの出代はトーチの角度によって決まります。この時のタングステンの出代が短いとトーチは立ちますし、長いとトーチが寝てしまいます。トーチの角度が同じでもノズルの径が変わるとタングステンの出代は変わります。自分のトーチの角度に合わせてタングステンの出代を調整しておきましょう。タングステンの先が母材に当たってしまうとアークが消えてしまいますが、電流は流れたままになります。もし溶接していてタングステンが母材にひっついてしまった場合は、スイッチを押して電流が流れていない状態にしてからタングステンを母材から外しましょう。電流が流れているかわからない場合は、溶接器についている電流計がゼロになっていることを確認しましょう。タングステンが母材に当たっていることに気づかずに放置してしまうと電流が流れ続けるので、タングステンが当たっている部分が高温になり溶けてしまいます。トーチを置くときには間違ってもスイッチが入らないように通電しないところに置くようにしましょう。私はこのように置くようにしています。木の板の上なんかもおすすめです。はい、第1回目ということで基本的なところの解説になっていますが、どうでしたか？これから溶接を始めてみようかなって人にも伝わりましたでしょうか？冒頭にも言いましたが、溶接が急に上手くなるなんてことはありません。逆に言えば根気よく頑張っていれば必ず上達します。この動画を見て、あ、溶接したいぜってなってくれれば、あ、幸せます。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。